ムジェさんありがとう。そうで今日はねひじさんの誕生日です。昨日お祝いしました。ひじさんのお祝いをいたしましてみんなで過ごしました。で、ひまったぎ配信はしてないです。ひじりはひじりとさえちゃんとみーちゃんとあいりとエミリーさんでお祝いしました。夜日付超えた時に。そうで、今日はちょっとこれからお仕事行くんですけど、夜はひじりとさえ昨日のメンバーでね夜ご飯をね食べたいと思いますね。はるるんは昨日誕生日だったよね。仲良しですよ。なんといっても私はもうひじりはひじりのお祝いができてよかったんですけど、なんて言うんだろう、本当に私はもうひじりさんがいてくれてるから頑張れてるとこもありますし、ひじりにはそんなにとか言われるかもしれないんですけど、いや本当にそうですね。普段はね直接あんまりこう言う機会ないけど、本当に頼りにしていて私の心の拠り所でありますので、LINE とかもね唯一同期の中でもひじりとしかね普段しないので LINE を全然。そういや仲悪いとかじゃないんですよ、他のメンバーじゃないんですけど、別にそもそも私 LINE をしないんでメンバーともそんなに。でもその中でもするってなったらもうひじりさんしかいないんで、そうなんかあった時はねなんかひじりにはいつも相談してるし話してるからお互い共有し合ったりして、私の大事な存在です。そう食べ物を食うに合わないのもそうなんだよ、そこだけがちょっと。でもなんかひじりはねもつ鍋のニラとかが嫌いなのよ、アイリはでも好きなのだからニラを食
くれるから嬉しい。逆にアイリーが歩み寄ってってるよ最近は。チャイが苦手ってアイリーは思ってたので、ヒジラチャイが好きで、アイリーもちょっとチャイに挑戦してみたらハマっちゃったの最近。私が歩み寄ればいいんだね、ちょっとそこは頑張ればいいんだねっていう感じです今。そうだから別にまあ問題はないかなって感じ。そうだよ、アイデアもうひじりに感謝だよ、いろいろね仲良くしてくれてさ。私はひじりがいなくなってしまったらもう無理とか思っちゃうくらい大事ですよ。活動においてもそうです、プライベートにおいてもね、とても大きな存在だ。安心感ありますし、一番なんか心を開いております。私はひじり、こんにちは。誰し、あ、じゃあ取らないのかな。どうでしょうね。どうでしょうかね。今日なことするねって明日はね、さえちゃんの生誕祭。マルさんのドレス姿もとても似合っていましたね。本当に。ここ必要せずに選択肢もあった。うん、
って大学に進もうとしてたので、受かってなかったらね、私はもう大学に指定校推薦で入っていました。まるちゃん幸せに、そうですよ、みんな幸せにいてほしいよね。あ、そうだ。で、なんだっけ？あいつ、TikTok 見てください。ありがとう。嬉しいよ。そんな器用な。ねえ。器用なというか、動画を作ってくれる。嬉しい。久々の目撃者ですね。明日は山田くん見はね、おお見てるんか。いいよね。こんにちは。まあハリー・ポッターはね、もう全部ね見終わったんだよね。そう。ついに無事さえちゃんと共に最後まで見終わりました。あお、ロード・オブ・ザ・リー、何それ。こんにちは。あの日見た夢がまた一つ君に届けを昨日見ました。久々にいいですね。やっぱり雪かう人たちの反省、いや合ってるな。全員のキャラクターが合いすぎて。実写ね、実写の方を見ました。指輪の物語ファン、見てないかもな。ジオン55ありがとう。風早くんはもうすごい、本当にジオン55ありがとうございます。この時間は3時半くらいまでやりたいと思います。自分のことのようにどうしてね願うの、
ました、ありがとう。来年も再来年も今以上に君が好きで、それくらい僕の全てで、僕にしか言葉を今君に届けたい。世代、私も歌ってたよ学生の頃。やぶ通りますよ、君に届けは通るよね。どんな君の側面を見ても大げさかもしれないけど、抱きしめて、もしも悲しみに包まれたならば、僕が今すぐキン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 届け、今届け。なんかネットフリックスで新しいリメイク版君に届けがあったみたいだね。それはね、見ようと思ったんですけど、ドラマみたいな感じだったんだよね。ドラマみたいな。だから愛理はもうちょっと昔のやつを、まあ、みんなで見ました。映画を、映画の方を見ました。ネットフリのドラマの方は見てない。いや超えれない気がしてるよ私は。まあ見てないから見てないで言うのはちょっと申し訳ないけどさ、あの風早くんには勝てないよ。でもあんな爽やかな人いないよ。本当にすごい、漫画の世界から出てきた感じで、あれはさすがに。そう、サワコもサワコでマジで可愛い、笑顔もね可愛くて、なんか合ってるよね。あ、ズッキーさんありがとうね。ペンギンさんありがとう。合いますね、ほんとすごいよ。なんだっけ、矢野ちんと、あと、友達たちもね、みんな会ってる。届け、今届け、君に触れずに、はあ、君に届き、いいな、良すぎるな。くるみちゃん続編みたいなのある？マジ？くるみちゃんも幸せにはなってほしいけどね。そうなのよね。アニメの風早くん反則レベル、アニメ見たことないかも意外と。でもアニメがマジで出てきた感じだよね。映画の風早くんやばい、すごすぎる。あの爽やかさをなんか、なんていうの、二次元ではなく実写で出せるのはもうすごいですよ。デスクに愛知かなすごい、覚えてくれ布教してる。こんにちは。昔の映画は、映画いいね。昔のって言うとあれだけど、なんかなんて言うんだろう、私が学生の時の
ちっちゃい頃のやってたドラマとか映画がね全部ねいいのよでもそれはみんな思うよね。ファンの方もさ、みんなさ昔のドラマとか面白かったなとか思うでしょ。それと同じで、それと同じでなんか昔、一昔前の映画とかドラマ良かったなーみたいな思っちゃう。たったんさんありがとう。山天馬ドラマ視聴おめでとう、ありがとう。今日は市村ラジオか、市村ラジオお願いします皆さん。いやそうよ、私がだから10年前とか10年前とかのあの作品を結構好きだね。10年ちょっと、10年とか私小学生ぐらいの時の作品結構好きなの多いか。コンプラでしょ。昭和最高、平成も最高ですよ。あ、そうなんですか。喫煙姿すらダメな、そうなんだ。君の星座って、君の星座ってちょっと最近に感じちゃうな。あれとか、花盛りの君たちへ、イケメンパラダイスみたいなのは結構流行ってましたね。私の いつなんだろう、小学生の頃か。いけないだよなな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 、堀北真希さんのね、あの元祖の方、結構思い出。ピーチボーイわかんない、なんかもう聞いたことあるよね。極戦とか極戦とか、あっちゃんの方を見てたけど、堀北真希さんの方がなんか男性メンバーって言ったら男性キャストの方が結構キャラクターが良かったかな。私は小栗旬さんとか水島ひろさんとか、生田斗真さんとかだよね。あ、水島、あ、そうだよね。元祖の方のがキャストが覚えてます。私男性キャストさん、大和なでしこかな、やりだ。いやそうなのよ、中田ポジションが合ってたよね、生田斗真さんね。そう、やっぱそうよ、本当にそう。昔のやつは面白かった。ドラマっ子でしたからね、私。ドラマめっちゃ見てた。なんでリメイクしたんだろうね、人気だったから。ピーチひっくり返愛の
三倍ものファンはいつも頑張ってみせるよ、愛しちゃうから。びっくりね、夏ドラマね、なんかいろいろミクさんのやつもそうだし、森七菜さんのやつとか見たいなって思ってる。私久々な恋愛ドラマちょっと 見ようかな、夏だから見ようかなと。ビーチひっくり返るの山は推しの子行き、あ、そうなんだ、パルコで推しの子店やるらしい、福岡パルコでね。何倍ものパワーがいつでも頑張ってみせるよ、愛しちゃうから。ミクリンは東京中心の方、ミクさん全然会ってないんです。そう、会場でおしゃべり会の時しか会ってない。愛しちゃうから、ドゥルドゥ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 。夏ドラマ休みの多いね、ね、みたいな。やんちゃんよき、私もかぐやさんも好き。心にドキドキしたいな、それもそうかな、歩く。東京中心メンバーで、そう、まあ、私はまだまだ福岡でね、もっと活躍できるようになんないと、東京になんて行けないよね。バラカモン、丸も、そうなんだ、ペンギンさんありがとう。まだドラマ撮影どうなんですかね。栗山町、そうなんだ。よし、そろそろ終わります。今日はひじりさんの誕生日だ。ちょっと SNS も更新しよう、いろいろ写真撮ったしね。じゃあテレビ上の一枚のページまでしか出てないです。出てないです。じゃあランキングは13位クワトロさん、あ、磯部さん、12位エミリアさん、11位キムケイさん、10位ナオさん、9位オタレアンさん、8位カスチュームシさん、あ、ルシアさん、7位ひろゆきさん、6位ズッキーさん、5位ジッタンさん、4位レイさん、3位サンジョシピさん、2位スミスさん、1位タタンさんです。ありがとう。今日は暑いよね。今日も皆さん熱中症に気をつけて、はい、私は今日はひじりさんたちと、ひじりさん、さえみ、さえみるん、エミリーさんと夜ご飯を一緒に食べます。ひじりさん誕生日一緒に過ごせて嬉しい、昨日も今日も。じゃあ行ってきます。あ、そう、ひじちゃんによろしく。
あ、そう、ひじりに誕生日プレゼントをねあげたんですよ。まあいっか、また明日話します。ではバイバイ。今来たらどこ行くと、お仕事行ってきます。お仕事行ってきますお仕事行ってきます。バイバイ、またね。